さあ今回はですね、グラディエーターギルドマネージャーというゲームが最近ね正式リリースされまして、過去にね何回も遊んでるんで、まあ一回ねやっておかないといけないなということで遊んでいきます。でこのゲームは剣闘士チームをねマネージメントして自動的にね戦うので、こうチームの編成と、まあ、狙いだけ決めて、あとはもう敵を倒すのをうまくねやってもらうというゲームで、まあ、オートバトル系のゲームですね。で一番まあメインとなるキャンペーンモード遊んでいこうと思うんですけど、まあこれはそう大会をどんどん攻略していって最後のねボスを倒そうみたいな RPG 的なもので、自分たちの剣闘士を育てていくんですけど、ちょ難易度がねいろいろあるんですが、ちょっと辛いでいこうかなと。でチュートリアルつけますか、まあ一応ね見て、で剣闘士選ぶことができるんですよ。まあこんだけいまして好きなもの選べるんですけど、もう難しくランダムにします。役割としてはそれこそタンク、アタッカー、遠距離、サポートか、あと何がいるかな、なんか敵の裏を狙うみたいなキャラクターがいるんで、役割がそれぞれ違うんですけど、ランダムだとそれがねどうなるか分かんないと。その分アイアンマンっていう死んだ剣闘士が復活しないっていうのはなしにします。で行きましょうか。さあまずはスレンですね。やり方を教えてくれますよと。建物があるんですけど、剣闘士の経験値アップとか復活ですね、やられたやつは復活するんですけど、その復活の速度を早めたり、あと新しい剣闘士を増やすのも建物をね強化することで作ることで進んでいくので、最初は最低限の建物だけありますと。でこれがギルドの助手スレン、まあ、いろいろ教えてくれると思うんですけど、でこのゲームは剣闘士選手権っていうのが毎月行われていて、まあ、このねカレンダーが1から31まであるんですけど、最終日に向けて準備をしていく、アイテムを買ったり、あと練習試合みたいなものが毎週かな、一定期間ごとになるんですけど、その試合をしてレベル上げたり、あとイベントっていうのは右にあるんですけど、イベントの戦いをこなしたりね、そういったもので報酬でお金もらってアイテム買ったり、まあ、報酬でアイテムもらったりして強くしていく。でこの選手権は過去のものもできるんで、まあ、そこでレベル上げたりもできるわけですね。でまずはリングオブですから、ここをね今回攻略していこうと思うんですが、まず何が来るか、正直ランダムにしたんでね。さっき選んだ、剣闘士以外にもこの左上にねいろんな人々、女王、アンデッドみたいなのがいるんですけど、そういった人たちの好感度ですね、これ上げると特殊なキャラクターを雇うことができるんで、アンデッド系のチームとかそういったものを作れます。で右下に剣闘士関係のものがありまして、ギルドはこのスロット、新しい剣闘士の追加とか復活の時間を早めたりとか、そういったね経営部分です。でこの下の枠がこれ剣闘士の枠なんですよ。で最初4枠しかないんで、4体しか雇えないと。だこれは建物をね上げていかないといけないですね。で左これ毎週参加できる、これはね練習場みたいな場所です。もちろん報酬はくれますけど、他はそんなに重要じゃないかな。でイベント今ないですね。で上に時間軸があって、でこんだけじゃなくて剣闘士の市場で剣闘士を仕入れたり、このね品目し、まあ、市場でアイテムが買えますね。で銀行ではこの資源が買えます。で資源は建物を作るのに使うんですけど、最初は、まあ、剣闘士スロットの拡大、まあ、できますけど、まあいきなり1000でいいかな。さあ今回騎士、ハンター、マナーアサチャー、あ案外バランスいいかもしれない、ランダムですけどね。でこの先も多分ランダムなのかな。あでも遠隔ダーク魔導士、サポートシャーマン、召喚士ウォーロック、2個目のやつが全体的にサポーター寄りだね。でこれですね、アタッカーいないんじゃねって、まあ一応こいつがアタッカーになるかな。もっと分かりやすいオーク戦士とかいるんですよ、もう攻撃力に振り切ったようなキャラクターが。騎士はですねタンク系のキャラクターで、タンクファイターって書いてありますよね。まあハンター、バランスたちやれば火力は足りるかな。あで別に雇わなくてもいいです。例えばまあ遠距離差し合いらないだろうと、殴れになると思うんで、騎士2人で耐えてるうちに暗殺者が殺しまくるみたいな、そういうこともありかなっていう考え方もできますね。であとキャラクター、これですね、その最初の能力だったり特性が変わってくるので、
まあ、唯一無二なわけですよ。まあ、育成のポイントは同じなんでね、振り方というか触れる量は同じなんで、そこは同じなんですけど、同じレベルでも例えば暗殺者100円と120円、これ特性の差でついてたり、あと知力が大事なんですけど、こっちの方が9の知力で、こっちは10の知力、ちょっと違うね。まあ1くらいならいいんですけど、あまりにも違うようであればね、これ16と13、これ曲振り分がありますからね。でこちら検討者 25% 知力のボーナスを得るが、100ゴールドを持つにつき 1% 失う。あー、じゃあダメじゃん。あ、でこれね、検討士のパラメータ、力、速さ、知力、健康、スタミナってあるんですけど、健康、スタミナ、移動は大体もう共通というかね、基本的に高い方がいいんですけど、攻撃力がですね、例えばこれ力が 5.5、 速さが3、知力が 3.5 ってあるんで、この場合力上げる方が軽く上がるわけですね。ただし、まあ、ブロックは速さとか、これも速さ、かわす速さとかで、速さ上げた方が攻撃を受けづらくなるねと。ただこのキャラシャドウストライクっていうのがメインで、火力64でしょ、これ150、これ知力に対して15なんですよ。この必殺技はとにかく知力を高めておくべき、知力と速さを振っていくのがいいのかなって感じのキャラですね。で、まあ、レベルにでも全然いいんですけど、この子がなしなんで、速さが6で、体力100、でもこれさ、体力も高くて、まあ、何ポイント振ってるか分かんないですけど、1レベルあたり3ポイントなはずなんで、これ5ポイント速さと知力で5ポイント差あるんで、こいつの方がいいね。そうですね、まだこの人と言います。で、賃金があるんで、お金全部使っちゃうと払えなくなりますね。毎月賃金、あの大会の日にあるので、そこまで貯めとかないといけないですけど。さあ次、騎士前衛雇いましょう。騎士は攻撃力は速さ依存なんですけど、力の場合ね、ただ防御力が力依存なんですよ。なので力が高くて HP が高い方がいいと。同じレベルで、あ、こっちの方が力1高いなと、こっちの方が速さ1高いですけど、それよりもこっちの方がいいのかなと。あるいはこいつね、範囲内に味方が1人いるにつき 7.5% 力いるよと。で、力は防御力なので、14、15に対して8か、低すぎるな。でも全部振っても11でしょ、全然追いつかないですけど。で、プラスってあるんで、後天的につけれんのかな、これ。レベルかなんかでいけそうだもんね。これ左アイテム枠なんですけど。ちょっと待って、これでもシンプルにこいつの方がいいな。7% だよね。例えばこれじゃあ5人くらいいたら 40% か近く上がると思うんで。力が100であったら140まで上がるんで、そこまでいくとだいぶ強いよね。じゃあちょっとこいつにしようかな。体力は高いので、普通にね。将来性でいきます。で、最後の前にちょっとアップデートしちゃおうか。ハンターね。ハンターは銃が速さ依存。バーストショットは力依存ですね。どっちかっていうとバーストショットの方がいいのかなと思いつつ。で、精度 66%。精度に関しては速さ依存。ただ 0.2% なんで、5上げて1。なかなかね、改善しない。これ 0.163 なんで、まあ、8くらいです。7、8で1だね。力か。バーストショットの方が息するよね。ってなってきたときに、力10、力9、力7、速さ10、速さ11。安牌こいつかな。育成も正直ないっすよね。お前でいいや。まずこれ3人いきました。で、ちょっとアイテムも見ますね。アイテムで、それこそ力とか上げたりして。あと、消費アイテム。体力上げることができるんで、重要な試合にこう使う消費アイテムね。これは、使ったら消えちゃうんで、1試合だけ強くなるよと。で、力はもちろん、騎士に与えて。行きましょう、行きましょう。3対3いきます。これ、いろんなね、条件でやりますけど。まず出しまして、対象者はこんな感じかな。で、優先ポイントってのがあって、どう狙わせるか。ファイター、近遠距離、サポートって言いまして、例えばこの暗殺者は敵を裏から狙えるんで、あ、最初から違いますね。これ多少差はありますけど、ファイターであれば近接を狙うべきだろうと。殴り合うべきなんでね。
こういうふうにちょっといじります。で、まあ一応狙いがそれぞれあるので、まあここでいいかな。これ別に振ってはないんですけど、ファイターと殴り合うキャラじゃないんで、これ狙わないですね。変えることもできますけど、デフォルトが押せないからデフォルトがこれですね。キャラごとにこれで見れますが、で、あと DPS とかこれ試合の後で見れますから、どういう活躍をしたかっていうのでしっかりと見ていける。で、これ鍵に潜ってドンと行くわけです。で、一回戻るともう殴り合いになるので、こういう殴り合いだとちょっとどうしようもない。お、何しに来たお前。バーストショットして、バーストショット、ナイス。これはいいね、勝ったね。誰が活躍したかな。お、罠で、スタミナが大事なんだけど、この2人今スタミナが切れてます。攻撃できなくなってて、まあ、こいつに関してはスタミナを上げるべきかなと。 DPS に関してはやっぱアタッカーこいつが高いね。火ダメも高いんだけど、狙われるのは別であってほしいんだけどな。で、敵も見れますかね。まあ、敵は同じなんであんま見るまでもないけど、こいつが強かったんだね。だ、タンクなんだけど引き寄せる技があるわけじゃないから、そこはちょっと考えどこですね。スタミナ上げれます。これ何、これもらうでいいんじゃないの。あの、受け取るでいいのか。で、あと、まあレベルね、まだ上がんないですけど、ちょっと進めましょうか。さあ、死と復活、まあ死んでないですけど、復活の神殿で復活できますよと。こちらね、検討者は時間経過とともに自動的に復活するよと。レベルが高いと時間がかかる。で、賃金は21か。で、右上このマナクリスタルで即座に復活ができます。大会はね、連戦なので、その時はまあ、復活もありかなと。勝つためにね、なんか行くか一人。まあ、まだ無理か。これ今何が足りない。アタック、あ、さあ盗賊です。これですね、難易度とこれ出せる人数、今3人なんで一応満タンですね。で、報酬下出てまして、マナクリスタルもゲットできます。アイテムくれます。お金くれますと。任せてくれよ。で、これ女王ですね、バロネス。いや、男爵夫人か人貴族か、どっちかっていうと人間貴族、ネクロマンスアンデッド、庶民王国、不死の軍団みたいな感じで、それぞれね、好感度があるんで、上げた時に反対側が下がったりっていうのもあったりしますね。これ何、これ設計図。あー、剣闘士の特徴の種とか。あー、はいはい、ここだよね。あ、あんじゃん、あんじゃん。ちょ、これは後で見ようか、今試合ですから。で、まあ、これね、流れで当たっちゃうんで、透明だと透明なくて、こう上から行ってもらう。で、あいつ多分死ぬと思うな。一応こんな感じかな。で、体力を一応つけます、暗殺者に。ここで一人殺してくれ。あー、足りないか。まあ、狙われてはいないね。あ、やばいやばい、騎士が瞬殺される。よし、一人倒した。こいつが銃で倒してくれれば。あー、いや、後ろいるぞ。撃て撃て撃て。暗殺者に頼りすぎだぞ、このチーム。全滅だ、これは。いや、まだありえるか。スタミナがねえ、スタミナが。ちょ、早めますね。一人やればまだいけるか。一人やればまだいけるのか。大技貯めた方がいいんじゃないの。いや、無理だな。惜しい。騎士まだまだ弱いね。あ、ディフェンスのこいつの方が高いんだな。ひらみがすごいぞ。相手、まあでも人数差よね。まあ3人までなんで、それ埋めらんないですけど。おぉ。どうでもどうでもいい。復活を待ちます。お前らか、また。まだ変わってないね。正直今のは、どうしようもないんじゃないのって感じで。もう一回いたらいけるっていう保証もないね。今、知力ちょっと上げたけど、でも体力変わるし、スタミナか。暗殺者が頑張れば勝てそうだけど、いや、これはこっち行こう。少数対1。お、これはいけるんじゃないかな。まず、レベル上げてスタミナを振るべきだね。うわ、罠かかってる。
やべえ、あばい、当たっちゃう、当たっちゃう。よいしょー、ダウン。いや、これ強いのよ。あの一発だけ強いんで、あれがうまくいけるように。いいね、体力アップ。でちょっと見てみますか。剣闘士やけど状態でならない。ブロックが回避するか、するとかな、知力が上がるよ。経験値が増える。移動速度が発展アップする。プッシュプルの力が弱くなる。あ、消費アイテム使うと知力を得ると。これいいかもしれないね。敵を倒すと体力回復。あ、でもこれかな。あれ、剣闘士がいない場合知力。これさ、この暗殺者知力敵依頼系なんで 30% でかいんじゃないかな。あ、これ知力が重要だから全部知力になってるね。多分他のキャラならこれそれぞれの特化のパラメータになると思う。全部知力ってありえないんで。これ欲しいよってなった時に、あ、1マナ、あ、でもこれ取れますね。学習アップグレは特徴のルツボロがいると。でこの子は持ってるんで、じゃああと君だね。あ、速さになりましたね。回復か。ちょっと待って、今キル数見れるんですよ。そういえばなんかなかった、そういうキル数見るみたいな。詳細だね。2体4体。あー、どっちかっていうとこっちじゃないのか。味方が2範囲ってそあんま分かんないんだよな。どっちのいるのかいないのか。回復何がいいかな。この子はギルドにいる間2の後速さ 25% で向上される。あんま分かんないな。体力、これか。いや違うかな。どっち、2範囲にいるのかいないのか。遠距離ではいないけど、前で外すみたいなことかな。いるにしてみるか。週後になるほど増えるんですよ、チームの規模が。あ、これいいっすね。これいけんじゃないの。ちょっとどうですかね。ちょ、行ってみよう、行ってみよう。アイテム買えないけど、リベンジだ。まあ、これ時間がありますからね。殺しに行く。ちょっと時間稼ぐか。時間を稼げ、時間を。お前耐えろ。そしてよし、あ、でも外せない。足りないのか。いないはずだから上がってるはずですけどね。まず1人。離れるのはそんなに、ああ、ここ離れちゃうと違うのよ。でもここ差しなら勝てるぞ。あ、待って待って。よし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 。あ、いいショットがナイス。で、ここ後ろ倒すんで。ああ、やられたけど。まあ、勝ったね。こいつ硬いな。ディープスよ。ああ、でも高い、高いな。やられてるけど。レベルなかなか上がんないですね。よかった。で、報酬をどれか。マナクリスタル、お金、いや、マナクリスタルかな。この2つだよね。うん。で、ちょっと、これ、スタミナが上がるので、ちょっと与えます。次、死者を助けの手助けするよというネクロマンサーミッション。人間を殺す。あ、こいついい武器持ってんね。2人か。いけるかな。復活間に合うか。今なら死んで間に合うのかな。どっちが強い、これ上だな。おりゃ。結構こいつね、火力系なんですよ、実は。早く倒せ、下のやつ。騎士、何苦戦してんの。ちょっと、よし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 、オッケー。あ、レベルアップ。騎士スタミナ足んないよね、多分。DPS ないや、アタック、あ、軽く低すぎて、ダメージ通ってない。あまりにも弱いじゃん、そんなの。スタミナと、ちょっと速さいくか。健康、あ、てか5ポイントあるね。じゃあもうちょっとあれか、差は。小さくても宿っていいか。さっきシビアに言ってましたけど。もう一度スタミナ行っとこうかな。スタミナ切れは一番ね、恥ずかしい。ちょっと割引で一人雇える。
雇うか。最後に復活しました。4人の試合があってもおかしくないと思うんだよね。暗殺者いっちゃおっかな、シンプルに。前衛2人パターンか。でもハンターも火力高いんで、ハンター2人とかでも全然ありだよね。はい、2レベルね。地力が高いのか。じゃあこっちかな。微妙だな。地力って何使うんだ。使うこいつ。あー、トラップのダメージか。ならあってもいいですね。じゃあ払います。いきましょう。さあ今回この大会をね、攻略していこうと思うんで、スキップもできますけど、12アリーナ、アレーナになってますけど、アリーナ中1つ目です。さあこれ長期戦でして、5戦ありますね。まず1戦目、ただ選べます。でこれいいもの選ぶほどいいアイテムが出るので、右ね、難易度も 0.5 から1まで上がるのですが、3人2人、右の方が3人参加できるからいいですねと。で、騎士なんてね、雑魚なんですよ。アビセリア勝てる、アビセリア。銃弾を。一応こっちか？ちょっと待ってね、パラメータ見よう。まだ育成に関しては。あ、でもスタミナえげつないな、こっちだな。でも2レベルになったから、ここ差しで対等にやれると思うね。力14。力、お前わかんないのか。力。これ見れる？見れないか。自分の方が見れないんですけど。14ね。オッケーオッケー。いけ。まず後ろのやつをダウンさせる。おお、一撃。耐久が低すぎんのよ。ほら、行ったり行ったね。ブロックもこれ意味ないです。攻撃が多すぎるんでね。割とはいいのかな。あとサポーター1人いれば、いけそうな気しますね。あ、いけるいける。同じ同じだ。再放送。わあ、危ない。ここ正面から行ったら撃たれるよね、思いっきり。あ、罠か。あ、耐えるぞこいつ。まあでも残念。こいつが先に終わらせてくる仕事人状態なんで、あ、レベル上がったね。こう知力とスタミナだね、振るべきは。流れ弾で死んじゃうと思うんですけど、多少体力もあるので。900ってこのキャラにしては高いんじゃないかな。2スタミナ、3知力。これで330ダメージ。この騎士の体力が980なんで、まあ、サポーター系だったら死ぬんじゃないかな、このレベルだな。2人か。いけっかな。これは騎士がまず引きつけて倒すわけですよ。で、あいつを先に殺すと。よし。あ、耐えろ耐えろ、騎士耐えろ。後ろから来るぞ。オッケーオッケー。ナイス。だ、経験値がね、そんなにいかないから、今のは。多い方がいいんですけど。あ、これいけるな。あれないとスライにしてよね。多少は強いはずなんだけど。余裕ですね。お前一緒にいた方がいいのか。よいしょ。一緒にいるがあんまいないね。あ、今力 16.1。これ上がってますね。見えるわけじゃないんだな。あと、もう一人前衛が欲しいね。ちょっと、一緒にいる子がいなさすぎて、逆にいない方が良くなって、いない状態で上がる方が良くなってるもんね。で、スタートこれ浴びせてるから、これが重要だと思うんですよ。スタミナを2、力3。で、スタミナ途中で上げなくて良くなると思うんですよね。コストが一定なので、多分。上がんないはずだよね。だから、スタミナばっか上げててもしょうがないですからね。これ、いきなりもう弾丸浴びせると。ワン。案外ブロックされちゃうんだな。なんか違う敵にやった方がいいのか。スタート一発打つだけになってるから、仕事が。で、DPS。いや、アタッカー完全に変わりましたね。これ、決まりました。あ、でもうクリアです。全部これでいきましたね。これ、最高の報酬がもらえます。検討者レベルの下100のダメージを吸収する魔法の盾をゲットするよと。レベル依存なんでこれいいです。最高ですね。あとはこれ何、これ
アイテムの、アイテムの強化もあるんだね。最高ですね。一旦これ外すか。この子に盾与えるべきだね。これの強化、あ、これか。はいはいはい、まだ足りないですけど。以前ちょっと時はなかったね。能力付けだったり、いいですね。このキャラいる時にしたけど、いない時だな。あ、なんか増えてる？さっきこんななかったよね。スタミナが50倍じゃあるとき速さ得る。いや、速さ、これ力じゃない正直。こっちにするか。なんか違うのにしよっかな。所持マナクリスタル1個につき速さを得る。ああ、20まで簡単な気しますね。雨が降ってると体力を回復。雨か。あ、強風だと速さ。天候もありますけど。連続殺人鬼。でもこれさ、マックス20、30だけど。これって、何なんだろう。一試合中だったら無理ですよね。試してみるか、お前で。お前、使いすぎたらもんですし。このキル数でいくのかな。最大はそう、普通なんでね。あ、また試合する。じゃあ2対2いきますか。ちょっと次のやつ攻略しよう、じゃあ。あ、レベル高いな。押し負けそう。これ重要よ。スタミナつけようか。お前も引きつけろ、引きつけろ。しくった気するな。いや、配置もそうですけど。あ、やばいやばい。外さなくてよかった。ブロックされちゃう。いや、下の方が多分倒せたよね。ああ、ミスだな。幸福もあるけど。一人やれたね、こいつが近くにいれば。打ち合い的に勝てそうにはないかな。あ、でも、お、勝てるぞ。あ、勝てる勝てる。2レベルだけど、アイテムとかの効果か。特性全く関係ないんで。ちょっと待って、君、配置の配置の犠牲者がいます。力上げてるからブロック力で勝ったんじゃないかな。下克上、圧倒的下克上が起きました。今力でブロック上げる。ちょっと速さもでもいるよね。もう一力、まあ、力で軽く曲がってるんでね、悪くはない。アタッカー不在なんでちょっと復活待って。グール238ミリ強え。体力も1500あるぞ。これは無理でしょ。どうやって倒すのこれ。2人でしょ、しかも。ちょっとむずいな。これも3か。でもまだこっちの方がマシじゃない。300ダメージ強。この火力がおかしいな。いや、これいこう。いや、これね、銃使えばいけんじゃないかな。あと、アサシンに期待して。スタミナアサシンに使って。スタミナもつけますかね、じゃあね。アイテム買っても買っても今お金あるんで、強化する。騎士が死ぬ前になんとかしろ。なんともならない。あー、強え。このじいさん強いぞ。ジジイが強すぎる。難易度今1くらいが、上限ですね。この辺無理です。これなんかサポー、あ、そうか、これで増えてます。あ、ちょっと待ってね。クレリックはタンク系の回復キャラクターですね。バーサーかシンプルアタッカーです。ちょシンプルアタッカー欲しいので、今ゲットしに行くか。お前1対1頑張って勝てない？あ、1対1あるよね。1対1。いけるか1対1。3、1人。まあ、この辺無理ですね。あ、うわ、でも、あ、もう終わった。幸福だ。OK。死んではいない。あと1対1か。農民の訓練。1人。あのおじいさん強いんだよな。なんか進んだことによってなんか逆に勝てなくなったんですけど。4、あ、これ盾キャラクターです。1220ポイントでブロック、受けた後破壊される。330112100、いや無理じゃね。
まあ、ブロック、お前ならいつか勝てるんじゃないかな。こっちは普通にブロックなので、あ、でも食らうな。スタミナがないか。木の盾破壊できたんですけど、幸福。よし。勝てねえ。アイテムか、アイテム。アイテムいいの出てます、これで。高いですけど。あー、これ買おうかな。あと、治療系買って。シンプル力も欲しいですね。まずちょっと騎士に与えて、これ体力アップ。で、この子は治療系なので、これ上後感ですね。これで打っておくと。知力、速さ。あ、力ポーション買うか。力。こういうので勝ちに行こう。勝てる試合をしっかりと構築していこうと。銃の子が今、速さとスタミナか。正直ないですね。まあ、力でいいかな。大技でいこう。300ダメージ。300ダメージか。農民が殴ってくるの一発300ダメージなんだけど。こっち大技で300ダメージだよね。だいぶ苦しくないですか。いやー、これボロ負けだったよな。一人だよね。あ、でもこれさっきよりいけんじゃん。あ、でもいいもの持ってんな。やってみるか。報酬もありますし。これですね、アイテムを使って勝てばいいのよ。さっき足んなかったのは、パワーなんで速さですね。で、これ1個までなんですよね、使えるのは。いけ。火力で、そう、先にやった。よし。で、スタミナもうちょいいるね、殴り合いになった時に。それは、OK、把握と。まあ、回復量もあると思いますけど。しっかり勝ちました。もう斧いらんよね。お金と石もらおう。で、北前バーサーカー。ただ枠がね。枠がねえです。売るか、こいつ。いや、でも、ちょっとやったしな。別に。25か、銀行で買うと、いやー、ちょっと高いっすね。石を報酬としてもらえば、バロネスから同盟、これですね、男爵夫人、受け入れよう。で、ネクロマンサーの方が面白いやついた気がするんだけど、王国軍系のキャラクターなんかクロスボウ強いのいたはずなんですよ。あと、槍もいるんで、農民系だとあの、こっちを刺してからピッチホークの激強おじさんとか、ナイフラグボさんとか、ゲットできますけど、まあ、これは王道系でいきまして、新しい選択肢作ろう。で、3対3でいいでしょう。強え。出た、激強ピッチョーコウジさん400ダメージ強すぎる。あまりにもこれはないか。いやー、どう、400ダメージ体力も2100ある。裏取ったとしても意味ないよね。殺されちゃうしな。ちょっとさ、あの二人殺して降参するか。あ、でも無理、降伏。DPS は高いですけどね。いや、勝てない勝てない。試合いきます。農場2個目ね、行ってみましょう。ないとどう。あ、3、あ、でもほら上限が3だもん。さっきまでずっと3でやってたから。でも、強いな。強いですね。ダーク魔導士。468ダメージ、ダークボイド。で、呪いで、敵の体力30倍以下になると発動して死ぬ。強い。強いな。5人か。うち4人なんで左からかな。確実な戦いを求めよう。行くぜ、行くぜ。アイテム買えばよかった。やばいやばい、暗殺者が死んじゃう。暗殺者死んじゃった。まあ、でも復活あるんで。もう一人ありそう。二人か。
2人はきついな。3人か、3人やられるのか、これもしかして。3人やられている。あ、もうこれないな。頑張れ、ギリ勝てる。あ、ギリ負けたボロ負け。あげまして、いきますよ。新しいアタッカーです。1人しかいないな。消費アイテム使うと、あ、いいですね。これシンプルでいいですね。雇いましょう、雇いましょう。で、このキャラは、力14のパワー攻撃で、蹴る、ノックダウンがあります。まあ、これはそんなに上げてもしょうがないかな。で、ブロック速さなんですけど、もうそうだね、アマちゃんよ。アタック、アタック。全然変えないですけど、速さ上げとこっかな。一応、アサシンにつければね。上がりますし。で、これ3勝ってかね、ダメだね。ただ1人は無理で、これもきついよな。6レベル無理だな。まだこれか。まだ死んでも取り返しがつくんで、アンサー、まあこれでダブルアタッキングしまして、体力上げて殺しまくってもらう。暗殺者でもアタッカーとしては必要だもんね。こうか、ほら。オッケーオッケー。でも攻撃力だいぶ増したんで、ナイス。オッケー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 。オーク強い、オーク強い。ナイス。135 DPS。 いやいやいや、さすがですね。石なくなったから石とお金かな。あ、1個だけ。じゃあ石だけでいいや。これ強いよな。500ダメージか。タンクが引きつけてくれるならいいんだけど、そうでもないんでね。これも無理だな。アイテムが安く買える日ですけども、まずこれやって、3対3。これならいけんじゃないの？これ確実に殺してもらって。ちょ、遠距離いらなくなったかもしれないですね。でも騎士さ、別にターゲット取ってないし、首にして多く2体で攻め込んでいいんじゃないかな。か、クレリックもありかな。ヒラメそんな多くないもんね。それありじゃない、ちょっと。まだか。で、今ショップが安いんだよね。ちょっと、あ、ロック、いいね、いいね。いい剣があります。体力上げましょうか。交換しましょう。これレベルでね、上限。まあ5レベルで増えますけど。まあまあまあ。打っとくかな。あ、安いね。上位の買った値段で言うと。あ、いや、そうでもないか。儲かってなかったね。さすがに。よしよしよし。天才スペルキャスターの訓練3。あ、4人までいけるな。いけんじゃない、これ。あー、これ正直前でやった方がいいかもしれないな。あ、上だな。上ババやれるかな。まず最初ヘイト集めてもらおうか。パワー上げます。で、銃に関しては下から撃ってもらった方がいいのかな。でも近い方がいいのかな。よし、取り倒した。2人目。いいよ、騎士。ナイスナイスナイス。騎士をもっと前に出せばいいんだね。オークがやられた。これは勝てると思いますけど、騎士が死ぬかどうか。オッケー。オークは死んだが、あ、 DPS も低いですね。安定はしてないかな。ブロックされてたと思うんで、それこそ。石、マナかな ?2 つまでね。レベル上がってます。あ、暗殺者まだ、また上がってますね。ギルド、ちょっとこれやって、見てみますか。とりあえず。スタミナ上がってきた。君はね、当たってないんだろうな、これ多分。思
もう力いいんだよ、もう。力いいっしょ。でこいつはブロックがあるんですけど、ちょっとあんま上がんないからね。ここで440ダメージ。君にその力でもって。さあ、リベンジしよう。で、なんだっけ。これか。あ、できますね。暗殺者のこれパワーを上げます。あなたも上げようかな。1人につき 10%。君は、あ、そうか、アイテム使うとパワーアップね。君、ちょっとやってあげたいけどな。お前はいいや。あ、脅迫状。意味不明だ。怒りを込めて書いてある。何を怒らしたんだろう。覚えがありすぎます。いろいろ依頼を受けまくってるからね。あ、これやっとくか。1対1ね、ちょっと4レベね。26アタック。31。あ、いけんな。いけんね、いけんね。使っちゃう、使っちゃう。先手取れ、先手。オッケーオッケー。これで、ドン。負けるかもしれない。オッケー、ナイス、ギリギリ。いい勝利です、これは。でかい、でかい、でかい。速さもいいですね。使えるキャラいますから。つけてるしな。5レベル、あ、そうか。来たね、来たね。知力、速さ、いいね。買っとくか。お給料、ちょっと不安ですけども。115なら払えますかね。58。ちょっと危なかった。さあ、リベンジマッチいきましょう。22。さっき2で負けたんだよな、そういえば。あ、5人いる。見せちゃう、うちのオールスター。見せちゃうか、うちのオールスターを。殺してくる、後ろから。耐えれるかな。違う的に合っちゃった。オッケー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 、ナイス。一人死んでる。ババアにゾサクサに紛れて殺されたんだな、多分。かわいそうに。303ポイントブロック。いや、もうブロック上げてけいっしょ。クールタイム0点。あ、これ知力、まああんま変わんないですね。あと500くらいまでしたら、あと HP でいいんじゃないかなと。スタミナがどんなもんかわかんないな。ね、とりあえず上げていきますけども。あいつ死んだら別にいいや。4人で4人。うちは最初から4人でした。3人。いや、真ん中かな。あいつ狙いたいね。罠踏みそうだけど。こんなもんかな。まあ、まだ使わんでもいいんじゃないか。6000ありますからね。ちょっとこいつの速さ上げとくか。やばいやばいやばい、大丈夫か。いや、一人死んだ。また一人死んでる。あ、やばい、強い。魔法が強すぎる。ギリギリ勝ったけど。勝ったけどよ。復活はですね、1か。いや、これ3でいけますけど、総崩れすぎるよね。幸福だ。こいつ DPS は高いんだよな。まだいけるか。4人。あ、これヒーラーですね。ヒーラー。フリーファイヤーっていうのは、ダメージと5秒かけて125の火傷ダメージっていうので、嫌がらせ系のアタッカーですね。アタック、まあ、遠距離系。やってやるよ。お前どっち狙うころか。いや、いや、ちか。こっち狙うかな、一応。で、バンバン耐えてもらって、正面から撃ち放つと。おい、ナイス。殺せ。よーし、ナイス。いい火力だ。さあ、あとはサポートを殺していく。で、これで回復できない。銃、体力上げた方がいいかな。なんか、
力めちゃくちゃ降ってんだよね。それは火力は出るけど死んじゃうんで、それが何点か今んとこ。ようやく行こう、もう勝ちます。さすがに、さすがに勝たしてもらおう。行けるやつ行きます。これかな。あ、でもバーサーカーだけっしょ、こんなん。あれ99ダメージ、低い低い低い。495、いやなめんのうちのやつを。552だ。打ち合わせてもらいます。お前耐えろ、まず一発耐える。殺す、殺すと。まあパワー早いかな。なんか適当に使う、スタミナ使うか。これで消費でも使った後強くなる。こっからだね。オルギャー、ご消去ギリギリ。あれ回復ね、クレリックのノー問題と。スタッツ火ダメ多いな、やっぱこれがあるから食らってないと思うんだけど、まあ、交換しようか。あなたじゃ何か与えた方がいい。これね、重複できないんですよね。しまったなっていうところで。体力系のものがあれば交換したいんだけど、引くの売っちゃったもんね。何あげようと思ったんだっけ。まあ、力でいいか。これで吸収してぶん殴ろう。 OK。 いや最高のアタッカー来ましたね。いやいけんじゃないこれ。右銃か。お前がしっかり殺してくれれば。あ、総力戦、総力戦。よいしょ。あ、強い。いやいいね、いいアタッカーが2人います。今前と後ろのアタッカーが。あの銃のやつはなんか買いたいな。体力ちょっと上げといて、あと一芸ね。君はもう使いすぎみたいなもんなんで、もう力に振って。いや、いける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 。これもう正面からいくか。正面からいこう。追い殺しして、あ、そっちになっちゃうのか。あ、いや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 、オッケー、ナイス。ブロック、ブロック、かわす。効かない、こうなったら。あ、いいね。体力つけてあげるか。はい、うわぁ。いや、これは右でしょ。報酬でいこう。これしっかりも正面から抜けてって、打ち合って、こっち打ち殺すか。いや、上打ち殺すか。バーン。下打つんかいって感じですけど。オッケー、全域が、まあさすがにこんだけいけば勝てますね。アイアンマンならもとうに終わってますけど、アイアンマンならも降伏して撤退しながらもっと慎重にやっていくんだよね。時間的なねロスはないはずなので、長すぎてダメになるみたいなことないと思うんで、そこは大丈夫ですね。前も正面からゆっくり突き進んでもらうか。撃つ、撃てない撃てない。暗殺者止まってます。ナイス。いや余裕だね、急にね。アイテムもまあありますけども、3がちょっと苦戦したけど、やっぱレベルは大きいね。おお、これいけんじゃんよ、正面から。いや、まずお前が蹴られて、代わりに蹴られる役目ね。切られんか、切られてる。いやー、ちょっと DPS はこれ、あの最後だから見れますけど、やっぱこの2人ね、この2トップ、この2トップでゲームを食って、スコアはな、キル数とかも合計だよね。10キル、7キル、2キル、3キル、0キル何回出たか分かんないですけど、これトータルで見れるんですね。ブロックダメージはあのアイテムあるからそれは高いけど、こっちはまた別のブロックをしてて、こいつもね、頑張ってブロックしてますね。火ダメも高いな、言うて。シンプルにもう前衛みたいになってるけど。あ、で、アリーナクリアするためにゴールドインフレが進み、その結果価格が高くなるが報酬も増える。
資源はインフレがないため、あ、ないため5年間時間ともに価値が上がる。ん、インフレがないから価値が上がるの。ん、あ、ゴールドの、あ、そういうことか。ゴールドの価値が下がっていくんだよね。で、資源はだか、これは値段が上がっていくってことか。あ、だから価値が上がるかな。あー、序盤でも使うしな。金投資みたいなことですか。よー、いけましたね。ワンちゃん、レベル4に落ちて、犬が出てきます。4、8、12。あれ、数じゃなくて。レベルの高い犬が出てくるね。レベルが高いと。までっていうところですよ。いや、これ1ゲー3なんでね、もう1ゲー3ですよ。475ダメージ。さあ、今回これにしますか。2つ攻略できましたけども、12個あるんでね、まだまだこっから、キャラ増やして、チームの規模増やして。お、サイ、タンク系いきましたね。これ、ダメージ吸収です。遠距離攻撃、広範囲攻撃の吸収なので、さっきね、まとめて魔法使いに殺されましたけど、ああいうのを防ぐことができるんじゃないかなというサイ。で、今んとこ回復なしでバンバン殴れてますけど、クレリック。防御力と回復合わせ持つ、ね、タンク、ヒーラー。今、ヒーラーこいつしかいないんで、まあ、クレリックも必要かなと。だからこの、騎士、バーサーカーの前衛コンビに追加して安定感をもたらして、その間に暗殺者が倒してくれるみたいな。ただ、回復に行くんで、マナー射者の方に寄っちゃうみたいなこともあると思うんで、その点がちょっと使いづらいかな。遠距離回復だと近づかなくてもいいんで、ちょっとクレリックじゃない方がいいかなっていう気がするけど。まあでも、まとめて戦う分には強いね。さあ、もうここにしましょうか。いや、やっぱ楽しいですね。チームを作って、ね、戦っていく、戦わせていく。